来ないかなっていう、こういう展開でこそ見たいですよね。なるほど、そうですね。まあ、逆に言えばね、あの、まあ、今日ホークス負けたけど、あいつのね、あの、いきなりピッチング見えてよかったなっていうのね。だから、はい、若い選手が出てくることで、はい、ファンの皆さんも次に期待できるし、うん、そうですね、はい、で結局このいつも試合に出てて、はい、やっぱり勝ってる場面とか競った場面で登板してる選手、うん、長野打ってる選手っていうのはどうしてもその集中力が途切れてはいけないんですけど、どうしても決めてしまうんですよね。そうですね。大川さん、これはよく取った。そして一塁転送、一塁もアウト。ダブルプレーです。川崎のファインプレーがあってイーグルスの攻撃ようやく終わりました。しかしこの回、鉄平と山崎武史の活躍で3点を追加、6対0、イーグルスのリード6点に広がっています。